JK は流行りなのかも、これを、ね、そうそうそう、かわいい、ちょっと映えな感じでやらせてもらってますどうもどうも、ちょっとコメント読みましょう。ナイスミクティだって、マジでありがとうよかった今日はねちょっと絶対黒い服着てくるだろうなと思って読まれてる、やばい、最近めっちゃいろんな人に読まれてる、うん、いやだっていつも黒い服着てるよなんかコンとかもあんまギリ 見ないね。いやコンないね、コン見ない、私コン大好きだけど、うん、クラカーキ見ないね。カーキ着るよね、カーキが大好き、カーキってみんな好きでしょあんま持ってないの、うん、そう黒い、うん、すいませんちょっと泣き声が出てしまいました失礼いたしましたこのままということでちょっと一応見せときましょうか。あ、そう、じゃーん、お誕生日おめでとう。こちらなおのはショートケーキ、私はモンブラン、大きいモンブランです、ね、こんな大きいモンブラン嬉しい。21歳で、あ、私は21です。私はあと何時間かで21歳ですすごいなんかすごいモリーファンタジーみたいこれ大丈夫かな、言っちゃってゲームセンターみたいになってたねすごいよ、木が生えてた、びっくりした、ね、めっちゃモリだった。ショールームさん仕様で誕生日になってて、ね、ありがとう。まだどっちの誕生日でもないんですけど今日は過ぎた人と、そう過ぎた人、明日の人、そうそうそう、ちょうどねなんか中間ぐらいだから、あの2人でやったらいいかなと思って、そう金村がね誘ってくれたんです。そうそうそう、やっていいって言ったらいいよって2つ返事で、あわ素晴らしい、ありがとうございます。いやもう誕生日だから私は、うん、誕生日プレゼント持ってきました。え嘘嘘でしょ、どどどどどどど嘘、うん、今日私が買ってきた誕生日プレゼントをちょっとこの場でお渡ししたいと思います。うわ、すいません、こんな場所で、え知らなかった、そうなんだよまずですね、うん、これで推測してくださいSD カードです、はい、なんと、そしてですねこれが私が買ってきた、うん、あちょっと私が開けちゃったらあれか、ちょっとこれロゴ見せないように、じゃあこれで、はい、開けていただいて、わすごい、開けていただいて、包まれてる、包めていただきました包まれてます、包ませて、ドン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 、ハッピーバースデー、わはい、カメラです、カメラ、すごいカメラのプレゼントです、嬉しい、今日買ってきた、そうありがとう、なんか、うん、オールドデジカメって言って、うん、最近クミさんとか持ってるんだけど、あ、はい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 、デジカメの、うん、なんかちょっと画素が低めの、うん、ちょっといい感じのやつ、うん、みたいな、めっちゃ嬉しい、こうしていただいて、かわいい、おもちゃみたい、おもちゃみたいなのよ本当に、すごい、あ本当だ、いいでしょ、めっちゃいい、ちょっとまだ SD カード入ってないかも、それちょっと開けとくわ、すごい、SD カード嬉しい、イエーイ、プレゼントのセンスが天才、いやいやいや、なんかカメラあげたいなと思って、えー嬉しい、ありがとう、ちょっと開け方わからない、いいよ後でね、あそっか、うん、そうこれをどっかお写真撮れたらいいかなと思って、やった、ありがとうございます、使おう、めっちゃ嬉しい、そうめっちゃ軽いやつにした、ね、超軽量だからどこにでもこうスッスッスッって持っていける感じのやつ、あこれでちょっと外出るきっかけになるかもしれない、あよかったマジでなおを外に連れ出そうっていう計画をね密かに、ね、そう1年間頑張ってるんだけど、言ってくれてるんだけど、なかなかやっぱそうですね、まだ私の力不足で力不足、力不足でやっぱ普通にスケジュール合わないのもあるんだけど、それはね、そうそうそう行きましょう、やった嬉しい、カメラ旅で、ありがとう、いいえ、嬉
幸せすぎる。よかった。去年はちょっとサメだった。ちょっとでかかったかな。で今でもねベッドにいるよ、うん、本当に、うん、よかった。それはよかった。私は今年はね ちっちゃくて軽いものにしました。 ありがとうございます。嬉しい。今なんかやっと21歳になったって思った。あ本当に。そうだよね。あんま実感ないよね別に。うこれを年をその日をねまたいでも そこまで何にも変わらないっちゃ変わらないんですが、まあまあまあこういうの1年に1回しかできないからちょっと浮かれさせていただきましょう。嬉しい。ちょっと私もコメント読みたいな。うん、どこにある。私の出てこない。私の出てこない。あすごい、みんなおめでとうしてすごい言ってくれ。おめでとう。ありがとう。ありがとう。スクショタイムちょっとだけやっとこうか。何がいい。21にした。 あこれだと12歳だったらどうするか。大丈夫。大丈夫だよね。これ逆転しないよね。合ってるよね。合ってるよね。大丈夫だよね。こっちから見たら12なんだよね。大丈夫だ、うん、ちょっと。あ大丈夫らしい。あよかったよかった。ちょっとねすごいすごい間違いだからそれは。危ねえ危ねえ。おめでとう。ありがとう。嬉しい。かわいい。ありがとう。かわいい。トーストになってるって。え私1だったから。そう左手だよ。とっても左手。誰とも顔つきが大人になったね。いや本当だよ。今日さ、うん、ミクがさブログにさ写真あげてたじゃん、うん、あ載っけた。あの一番最後の写真あれ見てさ懐かしすぎて。あれはなんだろうね。あれひらがなの時でしょ、うん、ツアーのどこ公園かな。待って、あそこはね大阪じゃない。いや大阪じゃない。違かった。すごい違うみたい。なんだろう。えでも東京の公園でも絶対ツアーだよね、うん、あの髪型してないよね、うん、普通。でも終わった後の多分前髪止めてるやつだよね。あそうそう終わった後めっちゃ覚えてる。東京かな。そう机が、うん、ホールツアーみたいなのをしてその時、ね、懐かしすぎてなんか画質じゃないけど、うん、そう使ってるアプリがもう全然違うから。そう当時と。そうだよね。なんかそれの雰囲気でもう昔のって分かっちゃうのが時代でした、うん、いやあれちょっと懐かしくなった。幼かったね。めっちゃ幼かった。あれなお見たらね、うん、なおより私の方がなんか顔が変わった気がする、うん、大人っぽくはめっちゃなったと思う。そうそうなんかかもしれない。何それ言い方。そうかもしれない。マジで大人になった。そう戻りたいのよ。戻ろうって何回か今年も思ったんだけど、頑張ってみたんだ。うん結構何回か頑張った。ハーフツインした日とか頑張った。あったね。あそうそうそう、アマーレディでハーフツインした日が珍しいなって思ったの。そうそうあって、なんで急にって思ったんだけど、うん、それ昔の写真見返してて、うん、ハッピーオーラの頃が、うんうんうん、あやってた。懐かしい。そう写真見つけたの。うわこんな時代やったなと思って、うん、そうやったみたけどちょっとハマらなくて、やっぱちょっとそんなことない。自分的にはね。めっちゃ可愛かったよあれ。そうミクさんと相談しながら。めっちゃ良かったよ。そう嬉しい。じゃあ今回のツアーで見れるかな。いやあいやちょっとだけなんか似たのを似たのをやってたよね。あそうそうそう大阪ねやったんだけど、もうちょっと当分ないかも。あれいや小坂さんもん一番でも昔からそんなヘアアイにしないからね、うんうん、あってもポニーテールぐらいだからね。そうだね。あと握手会とかじゃない。握手会ぐらいでしか。確かに握手会はねヘアアレンジ、うん、そうかもそうかも。あんまり確かに記憶にはないかも、うん、デコ出しないかも。ないやったことない。モデル以外やったことない。あそうでモデルとね、うん、写真集もね、うんうん、ぐらいでしかないかも。うわ思い出したいろいろ。私たち7年間まだな、うん、6年間やばい1年増やして6年間いっぱいいろいろありました。いやいろいろあったよ。そうもっとプクプクだったな。プクプクになりたかったの。よく食べる女の子でした。そうなんです。
うん、ちょっと水を飲みますね一瞬。どうぞ。いや消え方これも当時からやってる。小学校と、そうだよ小学生と感慨深いね。おツインテールしません、しませんしません、しません。まさか言って、うん、ありがとう、ツアー来てくれた方がちょこちょこ、もうね2日間大阪やりましたか。久々の大阪どうでしたか。ね、楽しかった、めっちゃ。本当、うん、よかった。なんかすごいアットホームだった、やっぱ。うん、確かに。大阪だからかな、めっちゃ暑かったよね、うん、思った思った。なんでだ、めっちゃ暑かった。嬉しかった大阪城ホールで。あとね、めっちゃ近かったね、みんな。ね、めっちゃ見えたね、うん、これからね、皆さんも多分いらっしゃる方も。そうそうそう、これからまだまだ、次は神奈川、うん、横ありでありますので、ぜひ楽しみです。楽しみにしててください。楽しみにしててください。結構近くで、うちわとかね、結構やっぱ見えるね。うん、見える、見える。意外となんかみんな見えてないかなって思いがちだけど、うん、実はめっちゃ見えてるんだ。え、そうそう、みんな気抜いてるよ本当にね。みんなが気抜いてる顔もこっちは見えてるからねなんか見えてないんだろうなって、太郎この辺ですって思ってる人とかもちゃんと見えてるの。見えてるから、あの、安心して、安心してアピールしてください。そうそう、近くに来たらこうわーってアピールしてくれると嬉しいかな。そう、緊張しちゃうのかな、なんか緊張するんじゃない。どう、私もさ、うん、そっちのこう近くに、あ、推しメン来たっていうさ、うん、タイミングにまだちょっとやったことないから、うん、そっち側をそれも考慮しつつ頑張りますみんなが怯えないぐらいのいっぱいね近づき方、いっぱい見てるから、そうそうそう、いろんなところを。そうですね、ちょっと一回リセットして、うん、うん、どっちが手大きいですか。なおじゃない、めっちゃなお。全然なおです。全然こうですね私ちっちゃいのかな。ミクちっちゃいと思う。え、そんなことないよ。だってニブちゃんとかと比べてもちっちゃいな。ニブちゃんすごいからね、ここがもう指が長いの、昔からこうやってやってたイメージあるでマナモがちっちゃいっていう。そう、マナモめっちゃちっちゃいね。そうけど意外とでかいんだよ、ここがでかいんだよね、平が。うん、確かに。だからバレーボールにすごい適した。ああ、なるほどね、確かに。だからブロッカーやってたもん。バーン、あ、これで。そう、へい、あ、いいですね。手が大きいの作ってた。大きくなるのかな、バレーボールやったら。え、どうなんだろう。あ、いいね、胃袋はビッティな。あ、そうですね、胃袋はそう、胃袋は負けるな負けるかも。そうですね、二人の好きなアニメ教えて。ボザロです勝手にボザロね、二人とも好きなアニメはボザロです。ボザロをあの教えていただいて布教されました。布教しました。布教されて見てくれたし、見ましたね、めっちゃハマってくれた。好きです、曲が好きです。曲の話したね、この間した。あれが好きでしょ、忘れて。忘れてやらないのは好きだけど、うん、一番好きなのは星座になれた。あ、星座になりたいでしたあれが一番好き。私は忘れてやらないよ、うん、あれやってる、忘れてやらない、忘れてやらないよ、忘れてやらない好きですいいよね、いいよね、ほんとマジでいい。やろう、バンド。バンドね、うん、日向でバンド。あ、楽器持ってなかったっけ。まあ、持ってはいるけど、うん、まあ、言ってない持ってるらしいですよ。一応持ってはいるんだけど、ね、やりたいね。私はもう本当にドラムを自粛期間に買って、うん、もうあれから何年経ったって感じでも一応できはするんだよね。え、も曖昧な答え返ってた、うん、そうね、うん、いいですね、大学生あるある確かにバンド始めたがるからね。あ、そうなの、ね、バンド始めたがるというか、なんか楽器やっぱ始めたがらない。あ、でもかっこいいよね、この学生の時代にやっとかないと、やっぱ社会人から
始めるのってなかなか大変そう。でも軽音部とかちょっと憧れた。あ、うん、いいなって思った。入りたかったね。なんかあんまりこう学生の時間がさ短かったから。そうそう、高校は特にねなかったから、うん、ね、部活やるってなったら、うん、軽音。あ、でも一番やりたかったのはマネージャーだった。お、野球部。野球かサッカーのマネージャー。あ、これは持ってちゃう危ないマネージャー大変そうやね。でもすごい。でもね、なんかバレーボールやってた時から結構マネージャーの仕事が好きだったの。あ、え、そのバレーボールの女子バレーボール部はマネージャーいる、うん、マネージャーはなかったんだけど、うん、マネージャーみたいな立ち回りばっかしてた、うん、みんなのドリンク作ったりとか、洗濯テーピング巻いたりとか、すごい。スコア取ったりとかしてた。さすが。そういうのが好きだったの、うんうんうん、できるね、もうすでに。日向のマネージャーもいけるかなドリンク作ったりドリンク作ったりしますよ。ドリンク作るの得意かもしれない、うん、いける。みんなの名前書いてスコアリとかなら任せてほしい、うん、え、粉で作るの。粉で作るやつ。あ、そうなんだ。あるよね。すごい、ごめんね、私が病み上がりでこの、あのまだ鼻声気味すぎてみんな心配して。バーバーバー。甲子園に連れて行くよ。甲子園行ったことあんだっけ。甲子園はね、中は入ったことない。でも近くはよく行ってた。あ、もう球場の、うん、あ、そうなんだ。そっか、甲子園って関西ですか。関西ですよね。あれ、どこですか。どこでしょう。甲子園ってどこですかどこでしょう。え、前のあれだよ、運動会で問題に出たよ、クイズ。え、甲子園ってあれですよね。なんかすごい集まるよね、みんな球場に、でっかい球場に集まるよね。え、クイズにあったよ。絶対に関西だと。なんか一発目ぐらいの問題じゃなかったっけ。多分私ちょっと情熱クイズしかちょっとあんま関西は関西よ関西だよね、うん、関西は関西よ。さあ、どこにしよう。なんかさ、いつも甲子園とさ、なんか宝塚で迷ってる。なんで？宝塚ってさ、甲子園って言って大体出てくるの二択じゃない？二択？え、二択なの？え、関西でしょ？大阪？大阪か兵庫の二択だと思う。そうなんだ。あ、そこまで分かったよ。うん、あ、よかった。合ってるんだ。その二択。大体迷うの多分そこの二択だと思う。間違え、割りやすいね。いる？日向に。え、全然いる。全然いるね。うわ、悔しいなこれ、うん、人数やったら分かりそう。人数、うん、何の人数。収容人数。あの、違うよその甲子園のある場所の出身の子、うん、あ、出身の子ね。日向で人数やったら分かっちゃいそうね。あ、そんないるの大阪じゃんはい、二択外しました。え、はい、兵庫。兵庫、え、待って待って、兵庫そんないるっけ。え、2人ぐらい。ミレーさん。あ、二番さんだ。で、正源寺。あー、小西。あれ、大阪は直とモノフィーさん。うわー記憶力いいわ本当にダメって言われてる。やばいやばい、危ない。ちょっと今兵庫県の人に結構嫌われたかもやばいめっちゃおもろい。申し訳ありませんでした兵庫県の皆さん。もう大事なシンボルを、シンボルのような場所を間違えてしまって。この時間違えのちょっとミクっぽいな、ごめんなさい。大好きです、兵庫県。神戸大好き。神戸いいよね。神戸大好き。ポ、あの、あ、大好き何やってんのって大好きですすいません。神戸牛だろ行った、去年。そう、行ったよ、去年。去年はね、神戸行ったんですよね。神戸牛食べたわと思って。うん、神戸牛ぜひ。美味しかったね。鳥取に来てくださいって急にあったよ。鳥取ね、いるけどね、鳥取出身2人いるからね。旅に行きましょうよ。旅行きたいですよね。旅行きたいね。旅なんか、うん、一人旅めっちゃ好きじゃん。好き、めっちゃ行く。一人旅行かないの？全然行かない。え、家出ると思う？いや、思わないけど。なんかでもするなら、なんか人と旅よりかはなんか一人で行ってそう。そう、でも一人で行きたいなって一回さ、電車乗ってて
たの。おで乗ってるのもいいなって思ったの。そのまますぐ家帰るんじゃなくて、はいはいはい、時間あったんだ。そう時間あったから、うん、もう全然降りたよね。降りたんだ。うわ全然行かなかったよ。惜しい惜しい惜しい。もうそこまで来たら、まあ、あとほんと一歩。まだお昼だったから、うん、ワンチャン全然行けたんだけど、うんうんうん、全然降りたね。うわー、え江ノ島ってそんな行ける電車なんだ、うん、行き、まあでも結構じゃあ予定立てるよりも、うん、なんかその気分で、そう気分で行きたいかも、うんうんうん、その時にパッて行きたい、パッと、あ今行きたいなってなった時に、そうそうそう、はいはいはい、惜しかったんだよねあの日。惜しいねそれは。そういう時じゃないと、うわもうそれ一緒行けないよ。それ夏だったから行きたかったってのもあるかも。ああ、うん、いやいいね。夏の江ノ島って、夏の海はいいですよ本当に。行ってみたかったんだけどね。うん、行こう行こう。降りちゃったね電車。もっと遠くでも全然行けるよ。本当？行ける行ける。だってもう大阪に帰るよりも、うん、北海道の方が早いですよ。私もここだったら確かにそうだね。うん、私ちょっと北海道信者すぎて、めっちゃ行ってるね。なんか最近はちょっと北海道の話してたよね。してた。北海道は天国かなと思って。そう、ちょっと北海道、まあ、新幹線で、うん、新幹線じゃない間違えた。飛行機でビューンって行けるから。ね、あいいの、ちょっと行きたい。おすすめ。どこでも綺麗。いいの北海道。ちょっと行きたい。行こう。皆さんいろんな旅に連れてきたい。なんかマリーが旅好きじゃん、うんうん、そうだね。マリー、しかもさマリーでさこの間なんかさ、うん、あの子とめっちゃさ、うん、なおが仕事で行く場所と、うん、あの子がプライベートで行く場所がめっちゃ被るの。あもうあの仕事とかでなおが行ったと、そのなおが行ったところ、あ、はい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 、でもそれマリー知らなくて、うんうん、まだ情報が出る前だったりとか、うんうんうん、でなおがその告知で出したところとかが、うんうんうん、私もこの間行ったんですよみたいな。後からで、ね、なんかすごい聖地巡礼を見てしてるみたいな。すごい強い予知能力すごい。なんか小豆島もそうだったし、うん、熊本もそうだったし、あ行ってたんだ、うわ行ってたよね、マガジンだよね。であの伊勢行った時はプライベートだったけど、うん、それも後から行ったんですよみたいな。伊勢神宮、そう、うわうわー、もう本当にのなんかすごいじゃん、もうだからなんか奈緒さんのオタクしてるみたいです。そうだよそうだよ、一番のもう最気に入ってるからね。予知して、本当にすごいすごっ。でももうじゃあ先行ってるわ多分。次行くとこ、次行くとこ多分先行ってる。もう予測されてるわ。あこれなマリーの行く場所見てるわ。4回目かぶったらすごいよ確かに。うん、3回被ってるから。なんかどっか行ってたよな。なんか箱根友達ってなかった？箱根だっけ？箱根？なんかブログに上げてた気がする。旅ブログで上げてて。書いてたな。どっか温泉地だった気がする。うん、箱根も行きたい。箱根ね。私那須塩原も行きたいんだよね。うわいいな。そう。もう本当カメラ持ってって。いや持ってく。ちゃんと持ってく。マジで写真撮って。カメラ開けたい開けたい。じゃあ開けながら話すね。開けれる？ちょっと大型出ちゃうかも。まあ大型どっちも大型だから気にしないよ。こういうのめっちゃ気にするタイプの方いらっしゃるかね。ちょっと那須塩原、あいいですね。いいね。計画立てて、私計画立てるの大好きだけど。そう。だって西さんと行く時とかも、うん、ミク、あれミクが計画立てるの？なんか行く場所とかは私が立てるんだけど、うん、なんかその日の行動はめっちゃ仕切ってくれるのがにぶちゃんで、うん、でも確かににぶちゃんその素質あるよね。えにぶちゃんめっちゃ引っ張ってくれる、うん、なんかめっちゃわかるかも。私は結構わたわたしてその日になんか、まあ、雨天決行とかなっちゃったとしたらめっちゃパニックるんだけど、うん、どうしようどうしようどうしようみたいな、なんかわかるな。どうしようこの後どうしようみたいになるんだけど、あの彼女はすごいもう次のなんかすぐ駅員さんとかにすぐ話聞いてくれて、うんうん、あこれで大会がありますみたいなのとかも、うん、そうパパパってやってくれるから、うん、超助かる。 ありがとう。しっかりしてるよねにぶちゃん。なおはどっちのタイプ？え結構シュシュシュって話しかけられる人に？もう全然いける？いけない、うん、私がなんか駅員さんとかに行くぐらいならいけるけど、うん、結局とも人と話したくないみたいな。
いや、まあ、それはそうです。私も結構緊張する、うん、最近できるようになってきたよと。ああすごい、すいませんって言って、ね、あ、言えない、言えない。なんか普通の飲食店でさ全然言えない。もう決まったメニュー決まるじゃん、うん、すいませんって大体任せるかも。あ、うん、私そもそも一人で絶対お店入んない。あ、お母さんと行って誰かと行って一人でご飯食べないの？全然食べない。外食マジでしない。マジか、なんかしてるイメージだったわ。なんか本当にしない。家で食べるのが好きなの。あ、買ってって、じゃあもう食べる。そうそうそう、家で食べるのが一番安心だ。一番好き。確かにね、それはそうだよね。なんか、まあ、分かるかも。なんか中学生の時とかもう地元の子とご飯食べてる時とか、うん、もう全部友達に任せてた。あ、そうなんだ。友達がやってくれる子だったから。あ、なるほどね。あ、私やるわそれ。じゃあなおどれみたいな、あ、これって言ったら、はい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 、全部言ってくれる子だった。はい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 、はい、甘えてたちょっと。いやいやいや、でもなんかちょっとこっからが、こっからあのまたちょっと一幕あり。あ、あ、開けれる？これちょっと開けれない。挟むとかじゃないの？開けれない。え、ちょっと開けれないかもですね、これは。ちょっとこれ取りたかったんだけどな。いい。指切る、指切る。開けられない。ちょっと大型出ちゃった、めっちゃ。めっちゃ大型出ちゃった。大丈夫大丈夫。画面がいる。今日ねちょっと学んできたから。こういう感じで、ここにこう刺します、はいはいはい、あの電池はこれです。あ、 OK です。でこうスライドで電池なんだね。あ、できた、すごい。自撮りしてみる。いいよ。え、撮れた今、うん、あー、すごい。ちょっと待って、みんなに見せよう。あ、すごい、かわいい。いいじゃん、めっちゃいい。いいやん、いいやん、いいやん、いいやん。こんな感じよ。いいね。いいでしょ。なんかちょっとザラつき感が良きみたい、うんうん、確かに。こうしたらこれで取れる。はいはいはい、すごい。取ってみ。ケーキ取ってみよう。よし。撮影会。すいませんね。あ、すいません。ちょっとすいません。すごいいいでしょ。持って、あ、持ってね。はい、すいません、すいません、ちょっと撮影会。あ、これ多分フラッシュも焚けるんだよね、どっかで。あ、いいじゃん。いいこれどこで、あれなんだろう、ちょっと分かんないわ、まだ探り探り。これかな、何でも。あ、これだ。これで多分撮ったらちょっとウェイって感じかなる。あ、なったあ、オッケーオッケーオッケー。あ、マスターしました。デジカメマスターです。デジカメ持ってたっけ、ちっちゃいデジカメね、一応持ってはいる。お、ちょっと2つになってしまって、すいません。いや、全然ありがたい。よかった、よく撮れました。撮れました。またいつか。嬉しい嬉しい。さあさあ、3万2000人の方、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。今日はね、もうパーティーなんで、皆さんもなんかお飲み物とか、はい、美味しいもの食べてゆったり見てください。30分後に言う話じゃない。もう30分経っちゃった。そういうことすいません。もう、ま、もうね、でもまだちょっと8時だとどうかな、忙しい方もいらっしゃるかもだけど、ね、まだね、今日は土曜日だからね。そうだね、お仕事してる方とかも。お疲れ様、ありがとうございます。わざわざ来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。そういう意味のご飯食べたりするのかな、この時間まだね。私いつもご飯8時半。え、遅いね。遅いでしょ、うん、遅いの。遅いの、遅いの。私なんか行動が全部遅い、家の、うん、でも決まりで8時半ぐらい、いつも。え、じゃあもともと、うん、だからいつもさ、こうレッスンとかでさ、うん、ご飯がなんか5時ですとか、うん、ご飯6時ですとかが結構あるんですけど、うん、絶対夜お腹空いちゃうの。そうなんだ。そうだからちょっとその間はまだ待て状態、ちょご飯待て状態、お腹空いて、ちょっと7時、ギリ7時から8時ぐらいに食べるかな。そうなんだ。何時？え、実家行った時はめっちゃ落ちた。あ、21歳21歳が危ない。
実家行った時は、学校行ってた時は遅かったけど、うん、7時とか7時半とかだったけど、うん、今実家帰ったりとかした時は、うん、18時、6時おとか6時半とかかも。早いね。早くないのかな。ちょっと私がすごい早って思っちゃうんだけど、それだいたい平均7時ぐらいな気がする。あ、そうね、7時が一番平均的かも、うん、ご飯屋さんもだいたい5時とかから開くもん、うん、そっか、もう大体それぐらいかな。いや、それだな、うん、それも早めに食べた方が安心する、うん、なんか遅く食べるより。いや、それの方が絶対いいよ。本当は絶対いいと思う。だって寝る3時間前ぐらいに食べとかないとダメみたいな、よく言うよ ね。そんなダイエット方法とか。私はミクだからできる。いやいやいや、本当にね、特別です、この子は。あの、食べ過ぎ。いやいやいや、本当に食べ過ぎ。そんなことないと思う、絶対。本当に食べ過ぎ。そんなことない。今日もカレー食べちゃったし。ミクだね。美味しい。食大好き。いや、大事です、食は。食大事ですか、大事派ですか。大事だと思うよ。あ、よかった。嬉しい。食大事だよ。私も食大事だと思う。がっつりじゃないよね、でも。がっつりも好きだよ。本当に、うん、意外と茶色いご飯好き。お、嬉しいね。これみんな嬉しいんじゃない。茶色いご飯好きなの。これ嬉しいよ。なおか茶色いご飯も全部好きって言われたら、そういっぱいあげたくなっちゃう。めっちゃさっきさ、コメントに牛丼ってあったんだけどさ、牛丼めっちゃ好き、うん、牛丼ね、早い安いうまいの三拍子ですか。牛丼大好きです。美味しいよね。それこそほらハンバーグとか。ハンバーグね、やっぱお肉派だ。お肉派なんじゃない。でも実は魚なんだよね。どっちもだね。でも、うん、ハンバーグも好きだし、ハンバーグも好きだけど、最近はもうね、魚が好き、うん、じゃあフレンチ行こう。私も何かとフレンチ、フレンチに誘おうとする。よく出てくるな、ミクの口からフレンチの名が。月一フレンチでこう私の気分を高めて、うん、私の気分を高めるポイントなんだけど、いいね、たまにはいいね。本当に美味しい。おしゃーだって。おしゃー。そうね、ちょっとでもなんかカジュアルフレンチだから、うんうんうん、なんかそんなかしこまった感じじゃない、うん、あの気軽にフォーマルじゃなくて、そうそう、気軽にもうこの格好でいけるような感じの。え、いける、本当にいけるいける。私この間レッスン着で行っちゃった。嘘でしょ。でも本当にカジュアルのお店、カジュアルのお店、皆さん、あのお間違いないように、あの本当のフレンチ料理屋さんは多分ダメ。そうね、本当のところはね。うん、じゃあそれはいいね。寝巻きで行く、やばいね。それやってるね。それはね、もうちょっと綺麗、綺麗めな格好で。いいね。はい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 。ドレスコード、はいはい。いいな。海外行こうじゃ、海外も。海外行こう。海外全然知らないかも。海外私もわかんない。もう今行けんのかなって、なんかちょこちょこ行ってる方いるかなと思って。ね、でも今なら行けるのかな。うん、行けるはず。もうね、結構緩和されてきたよね。うん、確かに。一人海外夢ですね。うわあ、やばい。めっちゃ行ってそう。行ってそう。うん、いや、行きたいよ。めっちゃ行ってそう。チャレンジだよね。なんかそういう海外似合う。海外似合う。うん、本当緊張するけどね。なんかなんとかなるかなと。いや、なんとかなるよ。でもなんか病気とかになっちゃった時に心配。もしなんかめっちゃお腹痛いとか。でもちょっとありそう。なんかそういう時差ボケからさ、うん、時差があるから、うん、そうそこから体調を崩しちゃうみたいなのありそうだね。それがちょっと怖いよね。だから常備薬とかいっぱい持ってかなきゃ。でもちょっと行ってみたいな、海外。行きたいね。行けるよ絶対。そのアジア圏ぐらいの、ね、うん、場所だったら。確かに英語話せるところだったら通じるかな。どうかな。なんか乃木坂さんがさ、うん、あの今野さんほっといてよ、うん、企画みたいな言ってたね。いっぱいいろんなあれすごい見てて、うん、いいなと思って。確かにあれめっちゃ良かった、ね、あれすごいよね。いつかだってメンバー2人だけでさ、うん、マジで旅、うん、本当の旅だったもんね。そう気ままな、あんなお仕事だけど、うん、すっごい楽しいお仕事、プライベートみたいな感じが。そうすごい良かったもん。すごい楽しそうだった。めっちゃ美しいし。ご飯の話してたからお腹空いてきた。本当。
なおからお腹空いてきちゃったよ、聞けるの嬉しいですね。何でも何回言わないから水も飲まんし問題だよ、問題問題で食べてますからね、ちゃんと食べてますよ、食べてます。2人でハート作ってください。はい、はい、よし作りました。ケーキ食べないの？ケーキ食べます？食べる？いいですか、じゃあちょっとケーキを食べます。ちょっとお待ちくださいませ。お待ちくださいませ。さっき写真撮ったから大丈夫ですね。ちょっともうこの子ね、ろうそくがね、もう4倒れそうになっています。2人で星作ってくださいってあったよ。星ね、つなげちゃってここ。ちょっと無理。ちょっと無理。ちょっと無理。千人以上ねいないとね。こういうのでできないかな、こういうので。ここさこうやってやって。あとどこ？あとどこ？ここ。ちょっと無理です。無理なこと言わないでください。ダメだった。チャレンジャーだな。ちょっと無理だった、諦めたら。ちょっとできそうだったから。結構できそうだったくない？ちょっとできそうだよね。悔しい。初めて言われた。うわー、どうしたらいいんだろう。どう、いや、ここむずいんだよ。こう、まあ、真っ直ぐなのがさ、うん、いや、そうなんだよね。これでさ、3辺あるやん、一応。これはさ、ここをさ、こうしたいのよ。これこう、こう、これ何のポーズ？もう無理がある、無理がある。ちょっと無理でした。うん、足するだってってあったよ。足するを私は救いたい。この間ね、その話したね。そうそうそう。救いたいって話。足するをいつからやってないんだっていう話ですよ。結構長い間。足するは。足する。あれじゃない？お化け、うん、お化けですよ。お化けホテル、みんな知ってる？お化けホテルって知ってる人いるかな？いるかな。2000あれ何年よ？20年21のクリスマス、クリスマス、うん、お化けとか言ってるの。クリスマスなんだよね。クリスマスか、クリスマスライブだよ。2年前とか、日の栗2021。あ、そうなんや。それはまだ2年ぐらいか。じゃあ2年経ってないの。そうなんだ。結構前に感じるわ、お化けちゃん。確かに、うん、配信ライブだったもんね。あれすごかったよね。あれ本当になんかお客さん入れてやりたかったね。やりたかった、うん、で入れたら絶対楽しかったもん。絶対みんなねびっくりすると思う、うん、結構いろんな仕掛けあったもんね。ガチですごかった。あのさ、あのエレベーターとかさ、エレベーターもあったし、うん、あれじゃん、迷路。あ、迷路、ダシラのね、ダシラでやった。ダシラの迷路もめっちゃすごかったの。あれ本当にすごかった。あんな凝ってるステージさ、なかなかないよね。一回なんかステージツアーでさ入った時、うん、ガチで迷ったもん。そう、めっちゃ迷路なの。あれ覚えるの大変だったし、あのカメラマンさんが、そう、狭いからこういうこう浪人ってやつ、そうそうそう、やってるんですけど、これでもう後ろ下がる時もノンルックでさ、そう、後ろ壁あるMV かなって思ったよね。そうそうそう。めっちゃ大変、リハーサル大変だったよね、あれ。大変だったな。みんな負けない、何何、奥歯みんな覚えてる。あ、懐かしい。お化けのね、お化けの王様だ、王様っていうか、はいはいはい、あれね、戦ったよね。戦った、戦った。え、こういう玉座に座ってんの、こうやって。そうそうそう、うわ懐かしい。ポカが閉じ込められたやつね。あれあれってさ、あ、違う、違うライブか、待って。キツネのさ、警察のさ、うん、あれはね、あの一番最初にやった配信ライブの時。あ、そうだよね。あれはキャラクターめっちゃ出てきたやつ。ひなたんさ1回目とかのやつだよね。ひなたんさんじゃなかった。あ、何それ。ツアーが、春のツアーがあったけど、そうだ、春のツアーができなくなってライブを配信でやろうのやつだ。7月とかにやったやつだと思う、多分。うわ、
それをなんかもうめっちゃ覚えてる。え、ちょうちんあんことかのやつ、うん、ああの船とか出したじゃん、フック船長のやつ。船、うん、移動式のステージあったじゃん。え、こういう回廊のやつじゃなくて、こういうコの字型の。え、この字型、この字型だったよね。この字型のところになかった。え、無観客でまだ。こういうこの字型の。そうそうそう。え、移動式の船。え、それが全然、え、あ、待って、移動式の船は。うん、フック船長のやつ。お化けだよ。あれお化け？うん。あのチクタクチクタク。そうだ、あれお化けだ。なんかあのですね、お化けホテルはすごいんです本当に。ここに。あ、そう、川流れる歌ってたやつ。そう。川流れるわ歌ってた。もう全部だって、ちょっと待ってちょっと待って、恋のよ、そこみんなさ、ほんと最近言う、そう、有観客になってほんと嬉しいんですけど、無観客の時のライブって、うん、さすごかったよね。すごかった。なんかセットをすごくこなんかね、やっぱなんか台に作らないから、うん、そのあれ幕張とかだったっけ。あ、そうそうそう、よく皆さんが握手会とかでねいらっしゃってる、最近で見えぐりとかでいらっしゃってた幕張をね、そう、なんかステージじゃなくてもうさ、このゼロのところに作ってたから、もうあそこにお客さん、でも一応椅子置いてあったじゃん。置いてあった。入ってたらなかなかのライブだったよね。いや、すごかったね。あれ本当に凝ってた、凝ってた、うん、めっちゃ凝ってた。なんかすごい、今思えばめっちゃ凝ってた。火山が3個ぐらいあったんだよ。あった。え、火山のところで胴飴歌ってた。そう、胴飴やってた。超懐かしい。そうで遠いってくる。あ、めっちゃ RPG だね。いや本当だよ。リンクじゃないあれ、うん、確かに確かに。めっちゃ RPG じゃん、すごい。すごかったよね。壮大なライブだった。そうなの、映像だったから、うん、なんかあれね、あのセットね、結構本当に結構凝ってたから見てほしかったね。え、もう実際にね、今まで、うん、あれすごかったよね。だって5人ぐらい飛んだんだよ、キツネ。ボーンってあったね飛んでたわ。そういえば5人飛ぶのってなかなかじゃない。確かに。え、あれ4人だよ。あ、4人か、うん、フロント全員飛んだのかと思った。マオはね飛んでない。すごかったんだって、本当に。他の4人が飛んだうわ、あったわ。円盤楽器の希望。そう、マイファンズの炎がめっちゃ熱かった、うん、炎がね、そう、近すぎる炎ねすっごい近くだったの。2階で披露してたから。そう、あそこだけほん、あの瞬間本当に体感温度上がったよね、うん、そう、もう本当に焼けた、焼けたかなと思ってた。そう、焼けたかな、肌焼けたかなと思って。すごい、私結構炎好きなんだけど、あったかくなるから。めっちゃかっこよかったよね。うん、あれ超良かった。そう、めんどくてよかった。それかな、ライブで、ライブで一番さ記憶に残ってるのは。そうね、おまけホテル一番記憶にあるな。めっちゃ記憶にあるな。しかもあの時のパカとちょっと今のパカ顔違うっていう、うん、あ、そうなんだ。え、そうだよ。あの時初出しぐらいだったよね、パカが初めてできたの。だって声も当ててくださってたじゃん。そうですよ、そうですよ。あれがポカが生まれたとぐらいの時だよね。そうそうそう、その前のひな食いでにぶちゃんとひなが卵をさ、うんうん、あー、そうだそうだっていう話が、卵を持ってて終わったんですよね。でその次の日の食いで生まれたのがポカだったっていう、うんうん、なるほど。なんかそういうドラマ仕立てもいいですよね。 それも良かったね、繋がってる感じ声残っちゃった。声はね、そうそうそう、まあキャラクターってほら、ほらブログでさ、うんうん、いっぱいさ声出してるじゃん。あ、確かに確かに、それはある。文面で伝えてくれてるからケーキ大丈夫です。あ、ケーキね、ちょっとお待ちください。お待ちください、お待ちください。そうなの、いや楽しかったな、ね、楽しかったね、楽しかった。ポカブログ、ポカブログまた上がるみたいですよ。今日もすごいポカにね、そう話しかけられたよね。めっちゃ話しかけられた。写真を撮ろうって3人でドンブログ乗っけるからさブログ乗っけるから写真撮ろうって言われたね。ちゃんと動いてます。オッケー、オッケー。ポカ動いてくれてます。そう。ポカは結構強気で、いつもね、いろんな時にドシッとしてる、ね。ドシッとしてるね。そう、集合写真で、あ、うん、もう集合写真俺終わるかなって時に、写真撮るよってやってくる。やってくる。ポカやってくる。すごい、結構強心臓。そう、強心臓。結構。だいたいメンバーだけ撮り終わってみんな膝立ちしてる子とかもいるから、2列目とかね特にちょっとしんどいなみたいな感じでよし終わりってなった時に写真撮るよ来る僕とも写真撮っとくよブログ書くからねやっぱ何とかないとっていう感
てくれるから。そう、ポカぐらいね、ありがとう、強くないとな心ポカ喋ってんのよ、すっごい現場でめっちゃ喋ってるよポカ、びっくりした。私もいっぱい喋ってるよ、ライブの時とかめっちゃ喋ってるよ、めっちゃ喋ってる。ちょっといいかな、ちょっと横に来て横じゃ写真のブログ書くな、ブログ載せたいからいいかな、全部の口実ブログ、ブログ載せてるから。あー、ありがとうございます。わ、かわいい、来たよなおちゃん、わすごい他の座る小坂さんのポカのブログ見たって書いてるよ。見たよ。ポカね、本当にいいブログ書きますから。なんかね、うん、すごい良かった。いいブログ書く、うん、書きますよね、ポカ。めっちゃ書くね、ポカ。ポカはすごいよく見てるんだろうと思う。よく見てるんだろうなと思う。めっちゃメンバーの近くにいるからね、いつも。うん、そうそう。シンスルどこ行ったって言われた。シンスルの話からね。じゃあお化けホテルが。思い出しちゃってごめんなさい、花が咲いちゃった、ねね、シースルーめっちゃスルーしちゃった。シースルーよ、やろう、ね、やりたい、うん、やろうやろう、まだ踊れるよ全然。いけるもういける、ありがとうございます。じゃあ皆さんとケーキの祝杯、はい、ケーキ食べましょう。じゃあ私モンブラン、私ショートケーキ。ハッピーバースデー、バースデー、ありがとうございます。ありがとう。うまっ、うんふん、うんふん、誕生日だわ、甘い甘い。21歳か、21ですよ、20歳か、21なんですよ私たち、まだ21だよ、先輩だよ、あー先輩すいませんごめんなさい20歳でした、まだあと数時間の先輩、そうですよね先輩、ちょっと圧出ちゃった圧が先輩だよって先輩だよ、そう、うん、やばいですね、もういろいろ本当に早いですね、うん、1年早すぎて、うん、毎年毎年もっと早くなって、あっという間だった、怖いのよ本当、怖すぎる本当に、うん、なんかいっぱいだから焦って生きてるの結構あ、そうなの、どうしたらいいと思う、悩み相談、焦って生きてる、なんか結構焦って生きてるねって前言われたことあって、うん、まあ、自覚は、まあ、確かにちょっとあるんだよね、うん、だからあ毎日これをやらなきゃこれをやらなきゃとか、うん、だから旅もこれ入れて、うん、ね、毎日スケジューリングとか行動がってこと、あ行動もそうだし、うん、なんか心がなんか若いうちにこれをやるよ、うん、やろうとかこの年にこれをやらないと来年はできないとか考えてたら、うん、本当休む日は休まる日は慌ただしい日々を過ごしてるわけだ、そうだそうだ、だから、うん、それはうん、どうなんだろう、いいことでもいいんじゃない、いろんなこと経験できるじゃん、それ経験豊富の方がさ、うん、だって視野広がらない、うん、まあ、確かに、うん、視野はいろんなね、そういろんなさ刺激をもらってさ、うん、外部影響してるからさ、うん、それは確かにいっぱい得るものはあったかも、うん、充実してるって思ったらそれだけで十分な気がする、うん、なるほど、もう自分が楽しい、そう自分が楽しければ何でもありだよ、うんうんうん、それがね忙しいのも楽しいって、うん、そうそうそう、それがしんどいなってなってきたらあれだけど、うんうん、確かに楽しいうちに塩梅をねやっぱ自分で調節 しながらできたらいいですね、うん、21歳もそれができるよ、ミクのミクミクだからできるね、うん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 絶対ミクの良さだもん、ありがとう、頑張れそうです、いろいろやりたいこともね叶えていきたいですね、うん、叶えようぜ、叶えよう、そう時間は有限なので、うん、はい、そうだよ、えあと10分マジ、ほんとだ、ほんとじゃん、喉がすいませんね、お水ちょっと飲みます、はい飲んでください、
21歳も楽しんでだって。ありがとう。お互いですよ。父さんは先に21歳、もう楽しんでます。3日先にイエーイ。楽しいですよね。楽しいですよ最近ね、うん、楽しいです。すごい楽しいです、うん、充実してます、ね、充実してるよね。ツアーもあるし、うん、今じゃあ懐かしい。懐かしい。2019年らしいですね、私たち最後にやったのが、ね、結構さ、うん、なんか急に私が決めた気がするんだよね。あれもそうだった気がする。私がやろうって言って、うん、なんかその当時も結構なんか焦って生きてた。ずっとやん。え、そう、なんか毎月ショールームやろうとか毎日。あ、そういえばなんかそんなこと言ってたね。え、そういう年もありました。経て、それを経て、かわいい、かわいい頃のお姉さんね。そうですね。いやいや、なおちゃんはすごい、まだこんな髪が短かったね。もう短い、こんぐらいのマイナスこれぐらいだった。え、そう、こんぐらいだったよ。結構短い時期だった。結構短かったね。だってこの月とか、うん、あの辺だったデビュー年だね、2019、うん、ドレミーとかそこらへん。あっち向いてホイやろう、いいよ。押す。いや、絶対勝つ。最初はグーチェキンポイ、アイクでしょ。あっち向いてホイ。アイクでしょ。あっち向いてホイ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 。やろか。癖が強いの。すごい、4年越しの勝ち、初勝利、初白星なんですけど。これ結構あれですよ、結構歴史が歴史に残る歴史の解く戦いでした。ありがとうございます。まさかの結構耐えたね、2回負けたからね今ね。ちょっと怖かった、ね、結構怖かった、結構ジャンテンの様子うって言ったよね。途中うってなった。一回攻撃結構 HP 減ってた。めっちゃ重い。でも前回なんか一発目とかで負けたんだよね、うん、多分。いや負けた負けた。成長成長。ね、え、そう、成長。成長だ私たち。面白いな。もう一回ドッジボールもやんないとじゃあ。ドッジボールもやんなきゃだし、わさび寿司もやんなきゃだし、あとシューマイ女王もやんなきゃ。シューマイはマジで買ってるよ本当に。シューマイ強すぎ。マジシューマイめっちゃ楽しかったよねあれ。本当に楽しかったあれは。シューマイもう一回やりたい。シューマイ本当に楽しい。本当にみんなにやってほしい、あれ超楽しいから。あれマジでみんなにやってほしい。シューマイを積むだけのゲームなのにあんなに盛り上がるのは初めて。本当にあれだもんね。オードリーさんも二人ともめっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。すごいなんか。みんな観客もすごい湧いてたし、うん、スタッフさんも湧いてた。あんなに声出して笑ってる若林さん久しぶりに見たって思ったぐらい本当に笑ってたから。そう、シューマイの力すごいよ。すごかったあれは。横浜様様です。ありがとう、崎陽軒、本当にありがとうございます。ありがとうございます。マジで楽しかった。嬉しい。いや、いろいろね戦ってきたから。そうだね、うんうん、今日白星がつきました。すごい。やったぜ。歴史だ。やったぜ。伝説ですこれは。嬉しい。二人が好きだったライブ衣装教えてくださいってありました。ライブ衣装か。ライブ衣装か。ライブ衣装決定。昔のでしょ。まあ、今までの。うわ。ね、あ、はい。私結構ちょ驚かせてすいません今。すっごい驚いた顔して。今めっちゃびっくりした顔して。ケアフェスの2年前とかのタスキの水色の、はいはいはい、あれね、あの水色のね、はいはい、なんか白シャツっぽい感じで、うん、ここにこう刺繍の水色っぽいやつに46って刺繍されてるやつが好きです、うん、いいね、私結構推してるんだよね。確かにあれめっちゃ似合ってた。そう、ちょっとあの腰が低い位置にあって、うん、なんかおしゃれなの。確かにね、ボリュームある感じだった。そうそうそう、あれ好きです。あれいいね。うわ、あのなんだろう。あ、でもな、あれだな。あのミホの卒セレの時と、うん、あと最近だと4回目のひなたん祭の沈黙がアイナラの時に来た、うん、はい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 、あの黒の
黒じゃあ紺か。はい、紺のこういうあのちょっとタスキストライプじゃない、この辺がちょっと透けてるやつ、こういう紺みたいなやつじゃない、紺と青みたいな、あ、はい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 、あのこういう斜めのこういう柄のやつか、あれめっちゃ好き、あれいいよね、あれなんかいろんな場所で使ってるよね意外と。そう、あれとあれなんだっけ、だ紅白 のオープニングエンディング、エンディングかオープニングかの衣装だったよね、うん、そうに作られたんだけど、あれめっちゃ可愛い、結構メンバーからも好評で、そう何回か結構採用されている、あれ超好き、そうそうそう、あれ似合ってる確かに、すごい、あれめっちゃ好き、お気に入りですあれね、あんまりさそういう黒い黒系っていうかさ、うん、そうあんまないんだよね、そうそうそう、暗い系のそう衣装ってあんまないから日向坂で珍しいんだよね、それがいいね確かに、なんかそういうの作りたいね、私結構衣装作りたい、自分でもプロデュースしてほしい、したいしたい、いっぱい考えてた昔、うん、前はなんかお皿みたいな柄のスカートの衣装を、うん、作ってみたいって、うんうん、謎のすごい、でも今思ったよ、星みたいのも可愛いだろうし、暗いのだったら確かにいいな、ちょっとやってほしい、そういうの、なんかでもさいつも日向書とかでもさ、うん、そうファンの方が考えてくださる、うんうん、そう最近ね、そう恐竜のやつとか、そうあれもめっちゃ可愛いじゃん、すごい、いやあれマジですごいよね、うん、本当クオリティがすごすぎて本当にすごい、ファンの人が考えてもいいんじゃないかなって思ってる、確かに、うん、ありだね、えそうそうそう、そういうの募集してさ、あれめっちゃ可愛かった、毎回すごいね、すごい、おそういう来たかみたいなやつが多くて、ファンの皆さんがやっぱ一番分かってるんだよ、ああこれの着てほしい、うん、みたいなね、そうありがとう、めっちゃ可愛かった、あれあと2分だって、2分、4万人いったし、じゃあなんか なんかしてほしいことありますウインクしていったった、うわー来た、あ上手くなってる、本当に、うん、嬉しい、すごい、うん、やった、いいウインク見えたね今、ウインクできてた、全然できてた、完璧、どうぞ、あーさりげない、うわなんか今の見るといろいろ思い出す今一番思い出したのはあのコンタクトレンズのシーン、懐かしい、あきれいさんね、うん、それ一番思い出した、懐かしい、やったね、うん、今パッと出てきた、うわ天才、天才ですね、いや素晴らしい締めだったんじゃないでしょうか、あということでそろそろおいとま、おいとまです、あといとまです、はい、ありがとうございました、恐竜と寿司のポーズだって、オッケー、じゃ私が恐竜やるわ、あじゃあなん寿司ね、うん、にゃすごい猫、ね、なのよ恐竜って何、恐竜って言わなかったにゃって言っちゃった、なんか反射的にこいてるのにゃって言っちゃった、やばいね、ちょっと擦り込まれちゃったこういう感じならいいかな、がーあーいいですね、オッケーオッケー、いい誕生日でした、誕生日、ありがとうございました、お祝いの言葉もいただいて嬉しいです、本当にたくさんありがとう、明日はお寿司の誕生日なんで、はいありがとうございます、みんなもっと祝いましょう、祝いましょう、9月いっぱい誕生日いるんでいっぱいいるから、あのこの後もまだまだいるんで、そうまだね、あと何人3人、うん、いるね、とかいるのかな、いる、ぜひ皆さんお祝いをよろしくお願いいたします、9月は誕生日がいっぱいなんで、ね、はい21歳も頑張ります、頑張ります、以上金村と小坂でした、ナーミクでした、ナーミクでしたバイバイ、またね、おやすみ、おやすみ、おい、あ違う違うやばい違うとこ開いて